皆さん、こんにちは。輝かしく光る芸能界、その輝きの裏にはどす黒い闇が存在するそう。売れ続け、業界で生き残るためには自分の体も投げ出すような黒い噂も。今回は強姦された芸能人をご紹介します。若林志穂さんは中学1年生の時にあるオーディションを受け、グランプリを獲得し、そこから芸能界の道を歩んでいきました。芸能活動をされている時は演技力も素晴らしく、バイプレイヤーとして数々のドラマや映画に出演されていました。ドラマといえば TBS 系昼のドラマ「天まで届け」で町子役で有名です。小学校6年生の時、1983年に日本テレビ「憧れ」「花」「夢」「星」「タモリ」のキラキラ美少女コンテストでグランプリを受賞しました。そして中学1年生の時にレブロンアクアマリンイメージガールのオーディションで優勝し、それがきっかけで芸能界の道へ入りました。若林志穂さんの女優としての代表作品は TBS 系ドラマ「天まで届け」で、1991年から1999年まで毎年のように定期的に放映されていました。月曜日から金曜日の13時から13時30分の放映で、大家族をテーマとしたホームドラマで心温まる万事。その他、サスペンス劇場や時代劇など幅広く活躍されていた女優さんでした。若林さんは2009年で芸能界を引退しました。引退した翌日、2010年から化粧ブランド S をプロデュースしています。芸能界を引退した理由は、学生時代のひどいいじめ、窃盗疑惑、殺人事件、薬物、強姦、監禁などで複雑性 PTSD になりました。若林志穂さんはダウンタウン松本人志氏の性加害疑惑が浮上して以来、様々な過去の問題が掘り起こされている中、被害を告白しました。若林志穂さんは自身の X へ、あるミュージシャンから薬物を持ってこられて監禁されてレイプされて暴力を振るわれた話をしたライブ配信がないのですが、と投稿しています。若林さんは配信の中で、加害者であるミュージシャンについて、ドラマや映画で共演、日本を代表する大先輩 N などと言及しています。 N さんとは1997年にドラマで共演したそうです。その作品名はボディーガードではないかと思われます。ボディーガードでは長渕剛さん演じる主人公の友人の妻として若林志穂さんの名前があります。その時は全然絡みはなかったと言っていたことから、ドラマはボディーガードで相違ないかと思われます。ボディーガードの後、名前を覚えていただいたのか、映画でオファーをいただいたとのこと。これがエイジという作品ではないかと思います。その時の役は主人公を演じる長渕剛さんの妹役として出演していて、ご本人も家族として近い役柄をいただいたと言っているので、エイジで確定かと思われます。エイジでオファーを受けた際に、連絡先を教えてくれと言われお断りしたものの、監督と N に挟まれ仕方なく携帯の番号を伝えます。当時若林さんが一人暮らしをしていた部屋で、 N さんがセリフ合わせをしたいと言ってきたそう。昔はドラマなどのセリフ合わせを口実に二人きりになる場面を作ろうする人が多かったと言っていました。若林さんは N さんが暴力振るうで有名だったので、断れず仕方なく家にあげてしまいます。 N さんは今日プレゼント持ってきたのと、セカンドバッグから白い粉が入った小さなジップロックのビニールを出したそうです。そしてその上にパイプとアルミを乗せ、若林さんの目の前で吸い出した。その薬物を N さんに勧められ断った若林さんは、お前なんか芸能界にいられないように海に沈めてボコボコにしてやる、俺の周りにはそういうことできるやつがいると N さんに脅されたそうです。その言葉が強く残っていたのだそう。結局撮影入る前に3回くらい監禁され、強姦され暴力を振るわれたとのこと。映画の撮影現場でも水の入ったペットボトルを投げつけられ、真っ赤に腫らした目のまま撮影をしたそうです。当時若林さんは N さんとの間にあった出来事を自分の事務所の社長に相談したけれど、助けてくれず、お前捕まるよと言われたのだそう。2001年に殺人事件に巻き込まれた時、死亡した犯人は覚醒剤をやっており、事件場所がマンションから歩いて数分だったことなども重なり、
事件と N さんにされたことがつながり、自分も殺されると思ったんだそうです。なかなかトラウマから抜け出せずにいたので、2009年に N さんの事務所へ電話して N さんと会って話すことになった時、久しぶりに会った N さんに、お前太ったなと言われた。若林志保さんが精神科に通っていると話したら、応接室から出て腕組みをして深刻そうな顔をしていた。帰る時にエレベーター前で、ありがとうございましたと床に頭がつくかと思うほど頭を下げられた。殺されるわけではなかったと分かったが、それからも N さんのことは許せなかった。一言謝ってもらいたいと思い、再び事務所に電話をしたが、会ってもらうことはなかった。N さんがテレビに出たり曲が聞こえると、今でも PTSD の症状が出る。 N さんには薬物やめてもらうと困る。私に謝罪するつもりがないのなら薬物続けてもらって捕まってほしい。でもその人だけは絶対捕まらない。なんでかはわからないと当時の出来事を話していました。宝生舞、1990年代の大人気女優。宝生舞さんをご存知でしょうか。若い子でも聞いたことあるような銀狼怪奇ファイルやショムニといった話題作に出演していていました。1993年、コミック雑誌週刊ヤングジャンプの第3回全国女子高生制服コレクションで見事グランプリに輝き芸能界入り。その後1996年、銀狼怪奇ファイル2つの頭脳を持つ少年。1997年、僕らの勇気未満都市でヒロインを務め、1998年、ショムニでインテリ OL 役を演じるとたちまちブレイクを果たされました。同年にはツインズ教師でテレビドラマデビューされています。そして1998年にはテレビドラマショムニで10カ国語以上話せるインテリでありながら恋に臆病な OL 丸橋梅役を演じられると、ドラマのヒットでたちまちブレイク。宝生さんは一躍若手人気女優の仲間入りを果たされたのでした。公私ともに順調だと思われていた宝生舞さんですが、2010年5月31日突然、私宝生舞は平成22年5月31日をもちまして芸能活動を引退いたしました。これまで私が活動してこられましたのは、サポートしてくださった関係者のお力、応援してくださった方々、そして家族の支えがあったからです。無知で世間知らずだった私に宝生舞という役割を与えられたこと、またお芝居の世界では様々な役として生かされてきたことに深く感謝しております。これからの人生、宝生舞としてではなく、また役としてでもなく、自分自身をしっかりと確立させるためこの度の決断に至りましたと自身のブログで引退を発表し、世間を驚かせます。実は宝生さんは1996年6月元 SMAP の稲垣吾郎さんとの3泊5日のバリ旅行が写真週刊誌にスクープされ交際が発覚しているのですが、また宝生さんは2002年のインタビューで知り合いに勧められ上京したため、自分の意思で東京に出てきたわけではないというのを言い訳に、しっかりと責任を持って仕事に取り組んでこなかったので、ちゃんとやっていこうと思い始めたのは最近で、ある意味で今の方が新人ですと明かされているほか、雑誌のインタビューなどでも芸能活動に対する葛藤を語っておられることが多かったようで、以上を総合的に考えると、もともと芸能活動にストレスを抱え精神的に不安定だったところに、稲垣さんとの交際、スクープ、破局が重なって精神状態がさらに悪化。けれど引退した原因は森本レオさんではという噂があります。森本さんと宝生さんは1998年に放送されたテレビドラマショムニで共演していました。ショムニは非常に人気があったため、何度かスペシャルドラマとして復活しています。森本さんと宝生さんが最後に共演したのは2003年のショムニフォーエバーでした。当時は森本さんの女癖の悪さが明らかになっていたそうで、2002年4月に森本レオさんと20代の女性との不倫&同棲報道があると、同年10月には女優の水沢亜紀さんが森本さんのことを告発しました。告発した内容は、水沢さんがまだ17歳のデビュー間もない頃、演技指導という名目で自宅に招かれ、
同意もなく行為を強制されたといった内容でした。水沢さんにはそれまで男性経験はなかったそうです。ちなみにそのような事態になったきっかけの作品は1972年に放送されたテレビドラマ夏に来た娘だったそうで、水沢亜紀さんのデビュー作でした。その告発を受け、森本さんは合意の上の行為だったと弁解はしましたが、好意を持ったことは認めました。当時30歳だった森本さんが17歳の水沢さんと関係を持ったというだけでも問題があるように思われます。2006年に発売された女性週刊誌で女優の石原真理子さんが森本レオさんを告発しました。告発した内容は、1981年の夏頃デビューしたばかりの石原さんが森本さんの演技指導を受け、最終的には同意なく行為を強制されたといった内容でした。石原さんもそれまで男性経験はなかったそうです。石原さんの告発について森本さんは合意の上だったと行為を認めましたが、1年間の真剣交際中だったとも言っていました。ですが当時すでに森本さんは結婚していましたので、真剣交際も何もないと思われます。石原さんは当時不揃いな秘密という自叙伝を発売し、過去に交際した男性有名人を実名で書くなど、お騒がせ女優として世間からはよくは思われていませんでした。森本さんは、今の真理子さんは自分でも思いもよらない方向に転がってしまっているんだと思う。昔はいじらしくていい子だった、今は真理子頑張れという気持ちもありますと、最終的にはなぜか応援するような発言をしていました。そして宝生舞さんも森本さんについて嫌悪感をあらわにしていたそうです。もしかしたら演技指導などの誘いをかけられていた可能性もありますね。ですが宝生さんからは特に森本さんと何かあったという告発はありませんので、ただの噂なのではと思われます。石原真理子、1980年代に清純派女優として大ブレイクした石原真理子さん。石原さんは1964年2月4日生まれ、東京都出身です。清新女子学院高等学校在学中にスカウトされ、1980年に映画飛んだカップルでデビューし、83年には人気ドラマシリーズ不揃いのリンゴたちに出演し、清純派女優として一躍人気者になります。1984年にはポカリスエットや資生堂、サントリーの CM 出演や NHK 大河ドラマへの出演をしました。他にも映画メゾン一国、さらば愛しき人よ、ドラマ燃えて散る炎の剣士、沖田総司、スペアのない恋がしたいなどをはじめとした多くの作品で活躍していました。しかしそれ以降は連続ドラマへの出演は激減し、1993年に石原まりえに改名しました。1995年アメリカの大学で学生生活を営むため渡米し、アメリカ在住時も日本でドラマ出演などの仕事をしていました。その時に出会ったアメリカ人男性と結婚するのですが、離婚問題が泥沼化します。その間も石原真理子へ再改名します。2005年には拠点を日本に移し、本格的な芸能活動をしています。2006年には自叙伝不揃いな秘密を出版し、過去の男性遍歴を実名で告白したり、過激な発言からプッツン女優と呼ばれていました。13人の男性との関係を赤裸々に綴った自叙伝不揃いな秘密で、演技指導の名のもとに処女を奪った俳優の名を明かしています。同誌によると、同じように悩む女性たちのために語ったのが俳優森本レオさんとの関係。81年の秋、17歳の時出会ったという所属事務所の女性幹部から、演技指導のために先輩の俳優として紹介されたといいます。初めのうちは森本さんから喫茶店でチェーホフの朗読指導などを受けたというが、打ち解けると彼のアパートがレッスン場になった。ある日ベッドの縁に腰をかけさせられ、セリフのレッスンをしていたところ、森本さんの態度が急変したと振り返ります。一生懸命セリフを唱える私に、ダメだ、違う、もう一度と何度もダメだし、君の演技は作為的だ、自然が一番なんだからここに来なさいと突然ベッドから呼びかけたんです。最初はとても戸惑いましたが、17歳の私は
ただ無我夢中で、気がついた時には制服姿のままレオさんと一緒にベッドの中でした。泣きながらのレッスンの後、今の良かったと OK が出たが、やっと認めてもらった嬉しさ、男性恐怖症だった私を溶かすような優しい表情と声、ぼーっとしている間に下着だけ脱がされ彼が入ってきたんです。石原さんはこの時が初体験だったと言います。なんと石原真理子さんも水沢亜希さん同様に森本レオさんから初バージンを奪われたと告白していたのです。この時森本さんの事務所は、本人は強姦したつもりはないと否定しているが、相手がそう思ってらっしゃるならきっちり謝罪したいと真摯に対応。ちなみに石原さんの自叙伝は10万部を突破。森本さんとの体験を告白した週刊誌は、自叙伝と同じ出版元であることから、これも宣伝かとの声も上がりました。森本レオの所属事務所に記者が事実確認をしたところ、マネジャーを通じて本人がコメントをお付き合いしていたのは事実、ただ書かれたようなベッドでの行為はない、誰とでも仲良くありたいというのはあるが無理強いはしないとして、強引な行為ではなかったことを強調。突然過去を暴露されたことには一抹の寂しさはあるが、本当に当時はいじらしく良い子だった。今は何を言っても虚しいことなのですが、それでもやっぱりマリコがんばれという気持ちは密かにありますと、戸惑いながらもエールを送っていました。岡田奈々さんは高校1年生の時に街でスカウトされたことがデビューのきっかけになりました。1974年にオーディション番組決定版あなたをスターにに出場、第2回のチャンピオンとなり、1975年5月10日16歳でシングル独り言でアイドルデビューをされました。ちなみにキャッチフレーズは菜の花の微笑みです。1976年には松竹映画青春の構図で映画初出演を果たしました。この映画の挿入歌青春の坂道は岡田奈々さんの代表曲となり、10万枚を超える大ヒット、青春派アイドルとして大活躍されました。またブロマイド売上では女性歌手部門で1976年から1978年にかけてベスト10に入っています。当時岡田奈々さんの出演 CM といえば、やはりグリコの CM、 アーモンドチョコレート、ポッキーなどが思い出されます。アーモンドチョコレートの CM では森田健作さんと共演し、チェリッシュの歌に合わせ爽やかな感じの映像が思い出されます。1977年に堀越高校を卒業、戸板女子短期大学に入学されましたが、20歳の時に女優として本格的に活動、短大は中退されています。高校を卒業し短大に入学した1977年の7月のことでした。7月14日の22時30分ごろマネージャーと帰宅後、台本でセリフの勉強中、15日の深夜1時過ぎにご自宅の窓から暴漢が押し入るという事件が起きました。報道によるとマンションの8階だったにもかかわらず犯人は窓から侵入、犯人が岡田奈々さんにナイフを突きつけた際、岡田さんがそれをつかみ右手親指の付け根と左手の手のひらに30針を縫うほどの重傷を負わせています。犯人は岡田さんのファンだと語り、6時間もの間拘束居座り、朝7時頃逃走しました。出血がひどい岡田さんの両手に包帯をしたそうです。逃走時には血に染まったシーツ、パジャマなどを岡田さんのバッグに詰めて持ち去っています。逃げる際には拘束を解いたため、岡田さんはすぐに110番通報しています。ところが犯人は捕まらず、真相がわからないまま時効が成立してしまいました。記者会見が開かれたのは事件から3日後、集まった報道陣は100人以上、左手は白い包帯が巻かれ、右手は三角巾という姿、犯人が立ち去るまでの数時間に何があったのか、報道陣もその一点に注目しました。本当に犯人はけしからんことをしなかったのですか。岡田奈々さんは、はい、絶対に何もされませんでしたと答えていますが、だが未だに真相は闇の中です。完全な被害者のはずが、その後岡田さんの人気は下降線をたどりました。数日後の会見が裏目に出ました。縛られて5時間監禁され、脱がすぞ
と脅されたことや、岡田がお金ならあげるわよと言ったことなどが明かされました。また岡田は犯人から手当を受けたことや、体を触られていないことも明かしました。そう振り返るのは芸能レポーター。けれど結果は監禁事件よりひどいセカンドレイプにあったというのです。彼女は正直に話しただけなのに、本当に何もなかったの？何か隠しているんじゃないの？と世間は面白がって思い巡らせた。マスコミも今のようにコンプライアンスという考えがなく、無責任に報じましたからね。加えて岡田が清純派だっただけに、噂や想像が一人歩きしたんです。とマスコミからのいわゆるセカンドレイプがあったことを話していました。夏木マリ、女優でありシンガーでもある夏木マリさん。夏木マリさんは1952年5月2日に東京都豊島区で生まれました。生家は池袋の産院だったそうで、つまり夏木マリさんは生粋の都会っ子。育ちの良さが感じられるのもこうした環境のおかげなのかもしれません。幼少期は内向的で人見知りだったという夏木マリさん、音楽だけが心の拠り所だったのでしょう。将来はピアノの先生かスチュワーデスになりたい、そんな淑女らしい夢を抱いていました。しかし運命には別の計画があったようです。ある日原宿でスカウトされた夏木マリさん、芸能界入りを果たし女優の道を歩み始めます。内気な少女がなぜ決心したのか、おそらく人前に立つ喜びを感じたのでしょう。スポットライトを浴びるあの至福の瞬間を1967年の映画3匹の侍で銀幕デビューを飾ります。その後は数々の話題作に出演。1970年の新宿の女での演技は批評家からも絶賛されました。同じ頃には嵐ヶ丘、雪の城変化など文芸作品の映画化にも挑戦。その難解な役柄を見事に演じきり、女優としての地位を確立していきます。中でも1975年のドラマ「蜘蛛の十座」での公演は今も語り草。放送当時平均視聴率 30% を超える大ヒットを記録し、夏木マリさんに初の助演女優賞をもたらしました。そして1979年運命の作品「魂の遠近法」で夏木マリさんは歌手としての才能も開花させます。劇中歌「ガラスの草原」は今なお愛され続ける不朽の名曲となりました。切ないメロディーに乗せて夏木マリさんの歌声が心に染み渡る。スクリーンの中の夏木マリさんと歌声の夏木マリさん、どちらも本物の輝きを放っていました。ガラスの草原のヒットを機に夏木マリさんの歌手活動は加速します。ビターな恋、ローズガーデン、真夜中のナイチンゲール、次々と生み出されるヒット曲の数々、日本のトップシンガーとして不動の地位を確立したのです。1983年には日本武道館でのコンサートも大成功。チケットは即日完売。もはや時代を代表するアーティストとなっていました。ところで夏木マリさんには辛い過去もあったようです。ある番組で過去のセクハラ被害について語っています。ある監督から料理旅館に呼び出されたそうです。するとその監督、夏木マリさんに襲いかかってきたのだとか。犯されそうになったと告白する夏木マリさん、スタジオからはどよめきが起こりました。必死で抵抗したものの、一歩間違えれば、考えるだけで恐ろしいです。でも夏木マリさんは嫌なものは嫌とはっきり言えたそうです。自分の心に正直に生きる、その強さを感じずにはいられません。ただ夏木マリさん曰く、こうした被害は芸能界では珍しくないのだとか。私だけでなく多くの女優さんが同じような経験をしているはず。そう語る夏木マリさんの表情は悲しみに満ちていました。吉永さゆり、さゆりストという熱狂的なファンを持つ戦後最大の清純派スターで大女優の吉永さゆりさん、70歳を超えた現在もなおその美しさは衰えず、映画界の第一線で活躍し続けています。映画「伊豆の踊り子」や「不思議な岬の物語」などに出演し、代表曲「いつでも夢を」などで歌手としても成功してきた大女優の吉永小百合さん。その類稀な美貌から
サユリストと呼ばれるファンに熱烈な支持を受けてきました。現在はドラマ出演はしておらず、テレビは CM だけで映画を中心に活動していますが、バラエティ番組には時折出演しており、70代を超えても衰えない美しさが常に注目の的となっています。現代ではアンチエイジングの技術が進み、40、50代でもみずみずしい美しさを保っている美魔女と呼ばれる女性が増えていますが、昭和の激動を生きてきた吉永小百合さんの美しさは70歳を超えて全く衰えていません。芸能界にも多くファンを持つ吉永小百合さんは、特にタモリさんから熱烈な好意を寄せられており、しきりにアプローチされ続けてきました。タモリさんにとっては吉永小百合さんは女神であり、タモリさんが司会を務めていた長寿番組笑っていいとものグランドフィナーレ感謝の超特大号には熱烈なオファーをついに受けてくれて、タモリさんの長年の夢を叶えてあげました。そんな輝かしい経歴を持つ小百合さんですが、実は過去には自宅に銃を持った男が侵入するという事件に巻き込まれたことがあるのです。それは1963年8月のことでした。当時18歳だった吉永小百合さんは家族と共に東京都渋谷区代々木西原町で暮らしていました。8月9日の夜9時45分、小百合さんの自宅にピストルを持った男が侵入します。当時家には小百合さんを含めて家族5人がいました。小百合さんと妹が2階へ上がったところ、突然男が現れたため2人は階下へ逃げたのです。男は口径7ミリの単発銃、弾薬を発射するたびに弾を込めるタイプの銃を自作し、夜8時45分に応接間の屋根伝いに窓から小百合さんの家に侵入し、ずっと隠れていました。すぐに両親が警察に通報し、その間に妹が小百合さんを犯人から引き離し、犯人と距離を置いていました。通報で代々木署のパトカーが到着、警察官6人が駆けつけてすぐに2階に向かいます。松本金一巡査部長が逮捕しようとしたところ男が発砲、松本巡査長は左顎を撃たれ全治2ヶ月の重傷を負ったのです。この発砲で機動隊が300人が出動する大騒ぎとなり、機動隊と男は室内で30分ほど睨み合いになった末、夜の10時20分に男は拳銃を捨てて投降しました。この時小百合さんをはじめとして家族5人は全員無事でしたが、事件の巻き添えで小百合さんは足に軽い怪我を負ったのです。犯人は当時プレス校をしていた渡辺健二という人物で、熱狂的な小百合さんのファンだったのでした。動機はなんと、大ファンの小百合さんと結婚したかったが無理だと分かり、小百合さんの体に自分の名前健を入れ墨にして記念に入れてもらおうとしたからでした。嘘のような話ですが、この男は実際に掘り道具まで用意していたのです。この事件は駆けつけた警察に取り押さえられたため事なきを得ましたが、運が悪ければ強姦されていた可能性もあったとファンの間で語り継がれています。菱見百合子、デビュー当初は本名の菱見千夜子名義で活動し、1967年から菱見百合子に改名、ウルトラセブンのユリアンヌ隊員役で知られています。当時の菱見百合子さんは絶世の美女として注目されていた女優でした。高校2年の終わりの頃、東宝主催ミス東京セニョリータの準ミスに選ばれ、ステレオセットや電気ミシンなどの商品を獲得。これがきっかけで東宝のカメラテストに呼ばれ、投票ニューフェイスに選ばれました。東宝俳優養成所を経て1966年にパンチ野郎でデビュー。同期には牧麗さん、若原恵子さんがいます。デビュー当時は本名の菱見千夜子名義で活動し、1967年から菱見百合子に改名、ウルトラセブンのユリアンヌ隊員で知られるようになりました。アンヌ役は映画出演決定を理由に降板した豊浦義子さんの代役として急遽決まり、撮影の前日に突然呼ばれたため当然コスチュームの制作が間に合わず、やむを得ず豊浦さんのサイズに合わせて制作してあったものを着用したということ。そのため菱見さんには小さすぎ、身体にぴったりとフィットしたものになったそうです。逆にそれが視聴者には良かったのかもしれませんね。1972年東宝との専属契約が切れ、女優は辞めるつもりだったそうですが、個人的な記念のつもりで撮ったヌードが週刊プレイボーイに流出し、
これをきっかけに東映の不良番長に出演し、女優を続けています。以降フリーとなって気分一新で現在の芸名に改名、新仁義なき戦い、組長の首などでも見事な死体を披露し、主人公たちを翻弄する魔性の女を演じています。その後多くのテレビドラマや時代劇などに出演しています。そんな菱見百合子さんは映画、ドラマ、V シネマなど話題作に多数出演されていた安岡力也さんとの黒い噂が存在します。菱見百合子さんと安岡力也さんの出来事を証言したのは安岡力也さんの大先輩山城慎吾さんでした。映画不良番長の撮影中に菱見さんが突然いなくなったので大騒ぎになり、スタッフがスタジオ中探したところ力也さんの楽屋で犯されていたそうです。そして菱見百合子さんと安岡力也さんのこの出来事には続きがあり、その頃菱見さんは生意気な女優で共演者やスタッフ受けが悪く反感を買っていたので誰も助ける人がいなく、むしろ代わる代わる力也さんの楽屋に見に行ったそうです。そして菱見百合子さんを無理やり襲ったと言われていた安岡力也さんが2012年に亡くなりました。菱見百合子さんは安岡力也さんとの出来事について一言も発言をしていませんでしたが、安岡力也さんが亡くなった2012年、安岡力也さんについて、彼はとっても心優しい人でした、純粋な人でした、上下の関係でかなりいじられキャラだったため面白おかしく数々の武勇伝もありました。そして安岡力也さんとの噂について、私が生意気だから云々の噂は真っ赤な嘘、鉄造です、力也の名誉のためにも言いたいです、力也安らかに、合唱。菱見百合子さんは安岡力也さんとの噂を完全否定、力也と呼ぶあたり、同じ年齢の菱見百合子さんと安岡力也さんは親友だったのかもしれませんね。松坂慶子、大河ドラマ、時代劇、朝ドラなどの人気作品に数多く出演しており、国民的な大女優松坂慶子さん。松坂慶子さんは韓国人の父親と日本人の母親のハーフなんだそうです。父親は在日韓国人一世ということで、生まれた時は韓国籍だったそうです。母親の国籍がなかったということで最初韓国籍だったそうですが、その後法務省と交渉して母親の国籍が回復して、母親の非着出資として松坂慶子さんが母の国籍に入って日本国籍となったそうです。現在は松坂慶子さんは日本国籍ということですね。小学校2年の時、くるみ児童合唱団に入団。テレビ番組忍者ハットリくん、忍者怪獣ジッポウで初出演。高校時代にスカウトされて大映のある女子高校医の記録続妊娠で本格的に映画デビューし、夜の診察室で初主演を務めました。79年のドラマ水中歌で主演を務め、自らが歌った主題歌愛の水中歌もヒット。美人女優としてテレビ映画で活躍を続け、81年の青春の門と男はつらいよ、なにわの恋の虎次郎、82年の蒲田行進曲と道頓堀川で日本アカデミー賞最優秀女優賞を2年連続して受賞しました。その他の作品にカンヌ国際映画祭でグランプリを受賞した死の棘やルニン、4日間の奇跡、大阪ハムレットなどがあります。09年には紫綬褒章を受章しています。けれど松坂慶子さんは2度不倫騒動を起こしており、世間からのイメージはとても悪いものになってしまいました。ですがタイガーマスク、明日のジョーなどで知られる作家の梶原一騎さんが1998年に発売した暴露本懺悔録にて松坂慶子さんの名前が登場しています。松坂慶子さんはデビューして間もない頃に梶原一騎さんとの枕営業が噂されたことがあるそうなのですが、梶原一騎さんは暴力団とのつながりの噂もあり、暴力団によって圧力がかかったことで枕営業という濁した表現にされてしまったそうです。その内情を調べてみると、松坂慶子さんは梶原一騎さんに日本刀を突きつけられ、全部脱げという脅しをかけていたそうです。梶原一騎さんがそのようなプレーが好きだったということなのかもしれませんが、嫌がる松坂慶子さんが性接待を強要されていたという噂まであるようです。しかし
本によって暴露されているので、実際に松坂慶子さんと梶原一騎さんに関係があったことは事実だと考えられます。水沢明、 NHK のクイズ番組連想ゲームのレギュラー回答者で赤組キャプテンも務め、バラエティ番組でも活躍した女優の水沢明さん、1973年7月に娘心ってデビューし、歌手として活動していた時期もありました。女優としてはドラマを中心に出演し、1975年から NHK の人気クイズ番組連想ゲームに赤組の回答者としてレギュラー出演。頭の回転の良さと美貌で人気となり、1978年には4代目赤組のキャプテンに昇格し、バラエティでも活躍しました。2002年10月、水沢明さんはワイドショースーパーモーニングでデビュー間もない17歳の時、当時共演した森本レオさんに襲われたことをカミングアウトし、大騒ぎになりました。ちなみに森本レオさんと共演した作品は自身のデビュー作である夏に来た娘でした。撮影が中盤に入った頃、森本レオさんに演技指導と称して自宅に招かれた水沢明さんは、当時17歳の未成年だったにもかかわらず強引に関係を持たされたと告白したのです。この時は水沢明さんははっきりと森本レオさんの名前を出していませんでしたが、その直後から犯人探しが急ピッチで進み、ほどなくその相手が森本レオさんであることが判明しています。一方の森本レオさんは疑惑発覚当初こそ彼女も更年期に入ったのかななどとすっとぼけたコメントをしていたのですが、ワイドショーが連日のように取り上げ出すと状況は一変。今度は関係は持ったが同意の上のことに変わり、やがて彼女に謝罪したいにまでトーンダウンしていきました。当時の週刊誌には告発当時こうした風評が立ったこともあって、その後も2人は森本を追撃。水沢は家に帰って泣きながら血染めの下着を洗ったとか、石原は制服姿のまま下着だけ脱がされ、今から入るよ、今入ったよ、ほら半分入ってるよなどと行為の実況中継をされた挙句、否認もしてもらえなかったと具体的なエピソードが次々と出てきましたと生々しいエピソードが掲載されていました。藤田紀子、子供の頃から女優に憧れ19歳で上京、67年に映画会社松竹の研究生のオーディションに合格し女優になった藤田紀子さん。しかし映画に代わってテレビが台頭してきたこともあり、2年で松竹を退社、フリーの女優として活動を始めた69年、知人の紹介で当時十両の花田満と出会います。相撲に興味はなかったが、花田さんからのアプローチで交際を始めると、自宅に泥棒が入ったのをきっかけに花田さんの母親元に身を寄せます。花田さんが芸能活動に反対したため女優業から遠ざかりました。妊娠を機に70年に結婚し、71年に長男勝、72年に次男浩二を出産、81年に貴乃花が現役を引退、翌年藤島部屋を開くとおかみさんとして奔走、88年には勝と浩二が入門、2人の息子を史上初の兄弟横綱に導きました。入門当初のしこ名若花田、貴花田の名付け親でもあります。いわゆる出来婚のような真相の裏があるようで、藤田紀子さんはどうやら松竹デビュー後水商売に、初代貴乃花俊明は輪島が紹介した藤田紀子さんと付き合い始め結婚を決意し、親方の初代若乃花勝次に結婚の了承してもらおうとしたのですが、わしの後を継いで部屋を切り盛りしなきゃいけない親方の嫁が水商売上がりの女じゃふさわしくないと一括されて OK をもらえなかったそうです。けれど初代貴乃花俊明のいない時に藤田紀子さんが一人初代若乃花勝次に呼ばれ犯されてしまったそう。結婚は許すからこのことは俊明には言うなと脅され口封じされたそうです。初代若乃花勝次と初代貴乃花俊明は年の離れた兄弟ってことになっていましたが、実は親子で世間体もあるので兄弟ということになっているらしい。初代若乃花勝次は韓国にも愛人がいて、その間に隠し子までいたそう。どこまで本当かは定かではないけれど、三代目若乃花勝は初代若乃花勝次の子で、二代目貴乃花浩二は輪島の子だっていう噂、
確かに種は違うような気もします。理想的家族とか仲良し兄弟ともてはやされましたが、二代目貴乃花光司が自分たちの出生の秘密を知ってからは一気に兄弟の仲が悪くなったそうです。中山美穂さんは中学1年生の時に原宿でスカウトされたことがきっかけで芸能活動を開始しました。モデルクラブボックスコーポレーションに所属し、雑誌や広告ポスターのモデル活動を経て明治製菓の CM 出演を果たします。芸能活動をしながら東京都立北苑高等学校に進学しますが、芸能活動が活発になり仕事を優先することを決め中退しました。1985年1月のテレビドラマ毎度お騒がせしますって女優デビューを果たし、突っ張り少女を演じました。このドラマが大ヒットして一躍有名女優になります。毎度お騒がせしますというドラマ終了後、6月にはアイドル歌手としてもデビューし、歌手としての活動も始めます。1986年以降ヒット曲を連発、歌手としての地位を確立しました。2002年6月結婚を機に一時芸能活動を休業。芸能活動休業後はフランス・パリに移住します。数年間芸能活動を休止していましたが、2005年6月キリンビバレッジの CM に出演をし芸能活動を再開させました。2014年辻仁成さんと離婚。息子は辻仁成さんがパリで育てていますが、中山美穂さんもたまに会っているそうです。そんな彼女ですが強姦に会ったという話があります。昔中山美穂さんが人気が出始めた頃、中山美穂はディスコにいつも男5人くらいを連れて行っていたとのこと。ある日ディスコのトイレで犯され、それをビデオに撮られていたらしく、そのビデオをもみ消すために事務所が700万くらい払ったと噂があります。また中山美穂さんは小学生の時に誘拐事件を経験しています。それはまだ幼い頃、母親の知人を装った男に母の代わりに迎えに来たよと言われ車に乗せられます。中山美穂さん自身は後になって、もしかしたらあの時命を落としていたかもしれないと語っているほど恐ろしい体験だったそうです。もしかしたらその誘拐犯に強姦されていたのかもしれません。車の中で幼い女の子がどんな気持ちでいたのでしょうか。大人になって子供を持ってからも消えない心の傷があるという事実、このような事件が起こらないようにしっかり気をつけていかなければいけないですね。南野陽子、過去にはアイドル四天王とも呼ばれ、現在も女優として活躍する南野陽子さん。歴代彼氏は芸能人の大物ばかりでしたが、当時から男運が悪いと噂されており、結婚した金田篤さんとも離婚してしまいました。南野陽子さんは1980年代にアイドルとして大変な人気を誇り、アイドル四天王と呼ばれていました。中山美穂さん、南野陽子さん、浅香唯衣さん、工藤静香さんと並び称された南野陽子さん、当時は南野の愛称で親しまれ、その清純なイメージと抜群の歌唱力で多くのファンを魅了しました。アイドル活動と並行して女優業にも進出し、人気のドラマなどにも出演、演技力も高く評価され、アイドルの枠を超えた活躍を見せていました。そんな南野さんですが、プライベートでは恋多き女性としても知られていました。南野陽子さんの歴代彼氏については実に多彩な顔ぶれが並んでいます。南野陽子さんは男運が悪いと噂されています。2011年に一般人男性の金田篤さんと電撃結婚を発表しましたが、家庭内暴力や浮気、多額の借金に見舞われ、子供を望む環境ではなく散々な結婚生活を送りました。そんな南野さんは過去にも熱狂的なファンによる被害に遭っていました。1988年南野さんを強姦し自殺するつもりだが迷惑がかかるので家族を殺すなどと友人に打ち明けていた14歳の少年が両親と祖母を殺害するという凄惨な事件が発生。少年は南野さんの大ファンでサッカー部に所属し、明るい性格だったといいます。しかしその歪んだ愛情は取り返しのつかない結果を生んでしまいました。南野さんにとってファンの存在は喜びであると同時に恐怖でもあったのかもしれません。山口智子さんは1964年10月20日生まれで、1986年に東レのキャンペーンガールとしてデビューしました。
ちなみにこの東レキャンペーンガールは杉本彩さん、藤原紀香さん、菊川玲さんなどがその後務めていて、芸能界への登竜門的存在となっています。1988年には NHK 朝ドラで主役に抜擢、すぐに国民的スターとなりました。山口さんといえば、旦那さんは俳優の唐沢寿明さんで、おしどり夫婦としても知られていますね。唐沢寿明さんと山口智子さんは、山口智子さんのドラマ初出演、初主演作である1988年10月スタートの朝ドラ「純ちゃんの応援歌」で共演しています。俳優としての下積み経験が豊富な唐沢寿明さんは、撮影中ドラマ初出演初主演の山口智子さんの相談にたびたび乗っていたそう。唐沢寿明さんは結婚会見で、出会ってすぐ結婚を意識し、間もなく付き合い出したと語っていること。唐沢寿明さんの著書二人の中で、打ち上げ会場に向かう車で初めて二人きりになったと書かれていること。このことから、交際は始まったのは朝ドラの撮影終了後でしょう。上記のように、唐沢寿明さんと山口智子さんは1989年頃に交際を開始し、1995年12月に結婚していますが、世間に交際が発覚したのは1992年、2人が巻き込まれたとある事件がきっかけでした。芸能人の交際発覚は、デート現場等を張り込んでいた記者に撮られるというのが王道ではないかと思いますが、唐沢寿明さんと山口智子さんの交際は異例の経緯で発覚しました。事件が起こったのは1992年1月22日の午前9時ごろ、宅配便を装って山口智子さんの自宅に来た男2人が、インターホンに応じてドアを開けた山口智子さんに襲いかかったのです。男たちは山口智子さんの悲鳴を聞きつけて、部屋の奥から出てきた男性の体当たりにひるんで逃走しましたが、玄関にはガムテープや手錠が残っていたとも。山口智子さんは部屋にいた男性のおかげで九死に一生を得ました。事件後、山口智子さんは警察に被害届を提出。それをきっかけに事件の存在が世間に知れ渡ることとなりますが、世間やマスコミの興味は事件そのものよりも、暴漢を追い払った山口智子さんの部屋にいた男性は誰だったのかに集中しました。これに対する山口智子さんの当初の回答は、一緒にいたのはマネージャー。しかしこれに納得できないマスコミが取材を重ねた結果、男性の正体は思わぬところから明らかになりました。山口智子さんを襲った暴漢を撃退した男性の正体を探るマスコミに決定的な情報を提供したのは、なんと山口智子さんが住むマンションの管理人でした。管理人はマスコミの取材に対し、山口智子さんのマネージャーが来るのはマンションの下までで、部屋に上がることはないこと、山口智子さんの弟がよく部屋を訪れていることなどを話したそう。さらに、管理人の言う弟の正体を探るべく、記者が事務所の先輩である唐沢寿明さんの写真を見せたところ、この人ですと認めてしまったといいます。現在であればマンションの管理人が住民のプライバシー情報を漏らすなど考えられないことですが、当時は個人情報やプライバシー保護に対する意識が薄かったのでしょう。上記のような取材を経て、マスコミは暴漢を撃退した男性イコール唐沢寿明さんと確信しましたが、山口智子さんはマスコミに対し、申し訳ありませんと繰り返すのみで、具体的な回答はなし。他方で唐沢寿明さんはその翌日に単独で会見を開き、疑惑に答えています。会見で唐沢寿明さんは、事件当時に現場となった山口智子さんの自宅にいたことを肯定。しかし、2人の関係については、いい友人です、今は特別ということはないけど、男と女だからね、もしそうなったらよかったと言ってくださいと、恋愛関係にあるのかどうかははぐらかしていました。もっとも、先述の通り、唐沢寿明さんと山口智子さんは事件の4年後の1995年12月に結婚しており、結婚会見で唐沢寿明さんは、出会ってすぐ結婚を意識し、間もなく付き合い出したと話していますから、事件当時も2人は交際していたのでしょう。この事件は、もし唐沢寿明さんが家にいなかったら、犯人たちの持ち物からして性被害に遭っていたかもしれませんね。いかがでしたか？輝かしい世界には裏が存在するようですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。
チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。